僕が卓球を始めたのは中学1年生の時なんですけれども、健常者の普通の部員に混じって、始めました。で中学3年生の時に、当時通っていたクラブのコーチに、障害者の大会に肝を出られるよというのを教わってから、そこからで始めるようになりました。障害を攻めるっていうのがパラ卓球のこうセオリーになってくるんですけれども、そういった相手の弱点をつくというところで、こう一般の方にも、そこをつく駆け引きだったりも、分かりやすいと思うので、ぜひそういったところも面白い楽しんでいただきたいなと思います。パラスポーツはこう自分ならではっていうところをすごく追い求められる、スポーツだと思うので、ぜひ皆さんも自分ならではっていうところを極めていってほしいなと思います。